はい、どうも、西武所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、東急東横線のニュースでございます。えー、2023年8月10日より、東横線で有料座席指定サービス、9シートを開始することになったそうです。えー、有料座席サービス9シートですけど、2018年の12月からですね、あの、大井松線でもう運行開始して、 その平日の夜の帰宅出し時に、あの多くのお客様からご利用いただいているそうです。で、第2弾となる東横線では、その平日夜の再混雑時間帯を避けた19時半以降の時間帯にサービスを提供するそうです。で、あの本サービスはその運行している5050 50系重量編成のうち一部の列車を の4号車5号車の座席をロングシートからクロスシートに転換して、休行列車として、あの渋谷発元町中華街駅で運行するそうです。で、続きましてはそのサービス区間なんですけど、まあ、まずは運行区間ですけど、運行区間はその豊湖線の渋谷駅から港未来線元町中華街駅の間の、あの、休行運用で、そのサービス区間は、えー 有料座席指定サービス乗車、降車可能区間が渋谷から菊名。で、フリー乗国間が横浜から元町中華街間だそうです。つまりですね、あの、列車指定権が必要なのは、その東横線内で、で、あの、港港線内ではもう、その指定権は不要だそうです。 で、その運行本数は5本だそうで、その最初に旧シートサービスの運行するのが、渋谷が19時35分発の元松中華街行きだそうです。で、使用車両はもうさっき言った5050 50系で、その4号車、5号車のロングクロス転換車両として本サービスで運用するという形だそうです。座席指数と 車両の設備は以下の通りです。で、その指定料金ですけど、これはですね、500円を取るそうです。つまり、東横線内から乗車するときは、もう500円はかかるっていうことになります。つまり、もし、あの、フリーで乗車,乗車したい場合は、港未来線内で乗車することをお勧めしたいと思います。 いやー、これでね、あの、豊洲線もついにね、旧シートサービスの使用が開始になりましたね。うん。今後はですね、本当に、東急目黒線や、田園都市線などでも、旧シートサービスをね、ぜひぜひやってほしいところですよね。今回はですね、その、旧シートサービスはですね、あの、相鉄線方面はね、行かないそうなんですよね。で、その、 港未来線経由で運行するという形だそうです。うん、まあ、運行開始となるとね、まあ、多くの方もね、結構乗りたいっていうのもいますからね。まあ、だってね、大井町線の時も結構多くの人もね、乗ってた感じでしたからね。ということで、今回は、東急東横線で、あの、有料座席指定サービス、Q シートが、 8月10日より運行開始するニュースでございました。以上で終わります。